聖書の言葉をあなたへハーベストタイムメッセージステーション「出エジプト記一章、1節から22節です。さて、ヤコブと一緒にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトへ行ったイスラエルの子たちの名は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ ユダ、イッサカルゼブルンとベニヤミンダントナ二人ガドとアシェルヤコブから生まれた者の,の総数は70人であったヨセフはすでにエジプトにいたそしてヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々もみな死んだイスラエル人は多産だったのでおびただしく増え すこぶる強くなりその地は彼らで満ちたさてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった彼は民に言った「みよイスラエルの民は我々よりも多くまた強いさあ彼らを賢く取り扱おう彼らが多くなりいざ戦いという時に敵側について我々と戦いこの地から出ていくといけないから」 そこで彼らを区域で苦しめるために彼らの上にロームの係長を置きパロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てたしかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので人々はイスラエル人を恐れたそれでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し粘土やレンガの激しい労働や 畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。また、エジプトの王は、ヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ。もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、生み台の上を見て、もしも男の子なら、それを殺さなければならない。 女の子なら生かしておくのだしかし助産婦たちは神を恐れエジプトの王が命じた通りにはせず男の子を生かしておいたそこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せていったなぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか助産婦たちはパロに答えた「ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので ジョサンプが行く前に産んででしまうのです神はこの助産婦たちによくしてくださった。それでイスラエルの民は増え、非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。また、パロは自分のすべての民に命じていった。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。 女の子はみな生かしておかなければならないおはようございます、えー、今日は出エジプト記の第一回目ですね記念すべき第一回目のスタートです創世記は65回で終わりました創世記をスタートしたときにはおよそどれぐらいになるかというのは見当がつきました 質エジプト記は見当がつきません。どれぐらい細かく語るかある部分は要約して語るかそれはその時になってみないと分かりませんので何回続くということは現段階では申し上げることができませんしかし皆さんとご一緒にこの「質エジプト記」という素晴らしい書を楽しみながら 少なくとも半年はかかると思いますあるいは1年近くかかるかもしれません学んでいきたい味わっていきたいなと思います今日のメッセージのタイトルは「迫害を受けるイスラエルの民」というのが今日のメッセージのタイトルです冒頭に皆さんにクイズを差し上げますクイズ好きでしょう 20年前1989年の11月に何か大きな出来事が起こりました何でしょうかベルリンの壁の崩壊覚えてますかそのニュースに触れた場所時間皆さん覚えてるまだ生まれてなかった 私はね、はっきり覚えてる、それはね、聖地旅行でエルサレムにいたときに、エルサレムのホテルに帰ってきて夜、ニュースを見ようと思って、テレビのスイッチを入れたら、そのニュースが飛び込んできたんです。鳥肌が立ちました、もう背筋が寒くなりました。本当に驚きました、何かが起ころうとしている、それから20年。 世界はこの20年で本当に変わりましたね特にインターネットの出現というのが世界のあり方を根本的に変えつつありますね私たちは日々の出来事を見ていると大して何も変わってないように思うかもしれませんが一歩引き下がってもう少し長い文脈でカメラアングルで言うとロングショットで 私たちの生きてきた時代を見ていると確実に神様が聖書で約束された通りのことを行ってらっしゃるということを感じることができます。そういう意味で私は2009年の11月の第一週から「出エジプト記」を語ることができるということに大きな節理的な 導きといいうのを感じていますなぜならば「質エジプト記は基本的には解放の書ですそして今の時代ほどあらゆる分野で私たちが解放を必要としている時代はないからでありますさあ今イントロダクションの部分を話しておりますが「質エジプト記の一章これから取り上げますけれども文脈を確認してみましょう。 一章だけれども文脈があるんです。それは創世記からどのようにつながってきているかという文脈です。創世記のまとめの時にこういう話をしました。創世記は光と命から始まった。そして最後は死と闇で終わった。光と命が死と闇で終わるんです。なぜそうなったのかそれは アダムの罪そしてそれ以降の罪の広がりですそのために世界が180度変わってしまったんです神様はそれを見てもうダメだって諦めましたか神様は解決策を用意されたんですそれがアブラハムの選びですアブラハムという人人の人を選び アブラハムと契約を結ばれたんですだから私たちはユダヤ人の書である旧約聖書特に創世紀を通して聖書の神様は契約を結ぶ神であるということを理解することができたんです日本の神々にはない概念です神は契約を結ぶ神であるそしてアブラハムに約束を与えその約束が息子のイサ作それから ヤコブ及びヤコブの子供のヨセフにまで与えられてきたんですその約束の内容はイスラエルの民はやがて一大民族となり自由の民として約束の地に住み世界の国々を祝福するようになるという何とも素晴らしい民族の使命でありますもう一回言いますねイスラエルの民は一大民族となり 約束の地に住みやがて世界の民族を祝福するようになるという崇高な幻これが彼らのの共通の夢となったんです。ただしその夢に行く前に神様はアブラハムに事前にこういう警告を発しました「あなたの子孫たちはエジプトで奴隷となり約400年間そこで苦しむんだ」と言われましたそれが今日の話なんです。 400年エジプトにいると当然エジプトの偶像礼拝の影響も受けるでしょう。じゃあ400年間奴隷になった民がどのように神の働きをすることができるのかそれが私生時の内容ですね。話は全然変わりますけれども10月28日鳩山幸雄首相の所信表明演説に対する各党の代表質問が始まりました。 私はテレビのニュースで自民党のトップバッターである谷垣貞一総裁が彼には珍しく語気を荒げてそして鳩山さんに質問したりするのを聞いておりましたいろんな質問が出てきましたが鳩山さんが一連の質問の中であなた方にだけは言われたくないって言ってましたこれを聞いてねスカッとした人もいるでしょうけども これは、まあ、あの当然なんだけど寅さん流に言うとねそれを言っちゃおしまいだよという世界だねもうダメだからみんなが政権交代の投票したわけでしょダメなのは分かってるんだよだからしっかり議論してもらわないとそういうことも受け止めてねその時に谷垣さんがどういう言葉を言ったのかちょっと僕言ってみますね 彼は民主党の参院選のマニフェストを踏まえてこう言いましたちょっと僕も枯れるようにやってみますね鳩山内閣はこんな調子内政外交象徴的には日本郵政の人事に至るまで約束違反現行不一致ばかりだどうするのかとこう言ってましたね鳩山さんは内閣が変わったらすぐに全部が変わると思ってたんですか 私たちは4年間人気があるんです。4年間見てください必ず買えますからとこんなことでしたね私はあのやり取りを見ながら実は創世紀から出エジプト期に変わっていくテーマっていうのはあの国会での質疑応答とよく似てるんです出エジプト期のテーマは何かというと「神が創世紀で宣言されたマニフェストが実行されるのかどうか」という内容なんです悪魔たちが、 あるいは神を信じない者たちが神に向かって手をかざして神様あなたがアブラーム・イサク・ヤコブ・ヨセフに約束されたあのマニフェストはどうなってるんですか400年も経っててもう任期満了じゃないですかそれでも彼らは奴隷で全く希望がないのにあなたの約束はなるんですかという挑戦に対して神が見事にお答えになるそれが否定時ですそれが分かったら今日のメッセージはこれで終わっていいんです 私たちの神様は約束されたことを必ず成就されるお方ですそれをこれから見ていくわけです「質エジプト記」という名前について考えてみましょう日本語で「質エジプト記」と言いますギリシャ語ではギリシャ語っていうのはこれはヘブル語聖書のギリシャ語訳っていうのがあるんです70人訳聖書って言いますが それではエクソドスエクソドスエクソドス英語でそれを取ってエクソダス今度はエクソダスエクソドスがギリシャ語で英語がエクソダスところが日本語はもちろん「出エジプト記というのはそこから来ている言葉ですけれどもヘブル語ではそう言わないんですヘブル語では「出エジプト記という署名がないんです最初のの文章の 最初の言葉を取ってこう言います。英語で言うと「and these are the names」それなんですタイトルがヴェレシュモット。ちょっと違うでしょう漢字が。出エジプト記というのとさてこれらが名前である。 エジプトに下った者た者ちの名前であるそれがこの書のタイトルですそれで結論の部分で「出エジプト記というタイトルの付け方に関してどうなのかという議論を最後に展開したいと思いますからこの話は今のところこうまでにしておきましょう。で出エジプト記というのは解放の書です全ての解放の型がここにあります。 イスラエルの歴史における解放ってのを思い出してみると。大きな解放はバビロン捕囚からの解放です。これは出エジプトの？方がバビロン捕囚になっているんです。あるいは20世紀のイスラエルの建国も出エジプトの方が成就したものでしょう。 あるいはさっき1989年のベルリンの壁の崩壊という話をしましたが、それ以降共産圏が崩壊していきます。1990年代、旧共産圏からユダヤ人が100万人以上約束の地に帰還しました。これは質エジプトの方が現代成就しているものを私たちは目撃しているんです。しかしそれだけではない。 出エジプト期というのは、私たちが経験する霊的解放の型であります。霊的解放の型であります。そして、最近はイエスを信じるユダヤ人たちが登場してきました。彼らをメシアニック十と言います。メシアニック十の登場により、出エジプトは、出エジプトの体験は二重の意味で私たちの解放の物語となってきました。 二重の意味というのはどういうことでしょうか。この中に、もしメシアニック銃がいたとしたら、質エジプトの歴史は私たちの歴史になります。例を挙げると、私は家内と結婚して、彼女が浜松出身なので、浜松という町が私にとって第二の故郷になりました。それまでは浜松というと遠州、柄が悪いんだな うなぎかなかかかそれぐらいのイメージしかなかったんだだか結婚したら浜松が私にとって親しいふるさとになったわけですね。それと同じでユダヤ人の兄弟姉妹が我らの群れの中にいるとなるとそれは彼らは主にあって兄弟です。そして彼らの歴史はそのまま私たちの歴史になってくるんです。ですから出エジプトの この出来事はユダヤ人の遠い昔の話ではなくて私たちにとってもし,たわしい共通の歴史になってきますと同時にこれはイエス・キリストを信じる者が経験する霊的体験の型にもなってますからそういう意味で二重の意味でシスエジプトが私たちの解放の物語となるということが言えるわけですね。 さあメッセージのアウトラインですが今日は自然に流れに沿って3つお話をしたいと思います一番目が最初に出てくるのが「創世紀のまとめ」ですこれが一節から七節です最初に「創世紀のまとめ」一節から七節が出てきます2番目に「区域に苦しむイスラエルの民」区域に苦しむイスラエルの民これが8節から14節です 3番目に民族抹殺に怯えるイスラエルの民民族抹殺これは英語ではジェノサイドと言いますねジェノサイド大量虐殺それに怯えるイスラエルの民これが15節から22節ですねこの順番で今日はメッセージを展開したいと思いますさあノートつけた方3つのポイントを確認しましょう1番目が何ですか創世記のまとめ。番目が。 苦役に苦しむイスラエルの民。3番目が、民族抹殺に怯えるイスラエルの民ですね。さあ、今日のメッセージのゴールを確認しておきましょう。どこに着地していくのか。今日は最後に結論として私が言いたいのは、反ユダヤ主義の源流がどこにあるかです。なぜ反ユダヤ主義が起こるのか。反ユダヤ主義の源流を確認しましょう。2番目に、解放の必要性です。なぜ解放が必要なのか。 3番目に解放された先に何があるのか解放の先にあるものつまり出エジプト体験の先に何があるのかということこの3つを今日の着地点として話を進めていきますこれでイントロダクションが終わりました先に行く心の準備はできましたかできました Are you ready? はい行きましょう。 1>, 1番目創世紀のまとめ節節から7節です。さあ見てみましょう「さてヤコブと一緒にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトへ行ったイスラエルの子たちの名は次のとおりである」これね日本語は英語とはあるいはヘブル語とはね語順がもう逆転してるわけですねさて名は次のとおりであるその後に続くわけですね公文としては。 ですから These are the names というのが出エジプト記のタイトルになるわけです。行った人の名前、ルベン・シミオン・レビューもう知ってる名前ばっかり出てくるじゃない。創世記やった人は懐かしい名前だね。だからもう読みません、ここは。もう知ってるから。何人いるか。はい、次。何人いるって書いてある。70人。70人行ったんです。ところが、 徒行伝の7章14節でステパノのメッセージでは75人という数になっています70が75になっているんですこの点に関してはいつか一度触れたことがありました75という数字は皆さんよくご存知の司会写本ってあったでしょクムランというところから発掘された司会写本でも75人という数字になっていますそしてヘブル語聖書のギリシャ語訳 これでも75人となってます。ということは、70という数字と75人という数字とがどうも並行して、どちらもユダヤ人の伝承の中にあったようですね。で、その5人の差は何なのか。これは一番わかりやすい解決法は、ヨセフにはエジプトで5人の孫が生まれます。ですからその5人を加えると75人になるんです。 ですから70か75かでマごマがする必要はないわけですねで70という数字はおそらくラウンドナンバーあの外数だと思います七70っていうのはこれは完全数でしょう70っていうのは聖書ではだからそれを完全数を言ってますから象徴的なものでしょうつまり70人の「ヤコブの」 家族族が一大民族となって地上の庶民族を祝福すするるようになるんです祝福を受ける諸民族がいくつあるかというとこれも70あるんですそれは創世紀10章のセムハムヤペテの子孫たちを見るとそこから70の諸国が出てきているですから70人のイスラエル人たちが一大民族となり結果として70の 庶民族を祝福するようになるというこういう象徴的なイメージが浮かんできます次見てみよう六節一緒に読みましょう一人で読むとちょっと残酷な感じがしますからみんなで読めば怖くない読んでみましょうはい。そしてヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々もみな死んだ すごいよね、聖書の切り方ってのは、一節で全部殺しちゃうんだもん。<laughs> 全部いなくなっちゃった。たった一節ですよ、これ。何十年の話が一節で皆死んだっていうんですね。つまり、ここで死んでいただかないと話が次に進まないわけですね。リーダーがいなくなったということです。ユダヤ人の中に。これは間違いなく、 エジプトの迫害が起こる前に彼らは死んでます。そして死んだヨセフの兄弟たち、つまりヤコブの12人12人の息子たちは死んでどこに葬られたのか。ヤコブの場合はすぐにカナンの地に葬られました。ヨセフはミイラになって執エジプトを待ちました。それと同じように兄弟たちも出エジプトを待ったと思います。そして、 同じく使徒の働き7章の今度は16節でステパノのメッセージで彼らは約束の地カナンの地のシェケムというところに葬られます。400年間もなぜとどまる必要があったのか長いよう400年というと創世紀の15章13節から15節、創世紀15章の13から15で神様がアブラハムにこういうふうに言われています。 エモリ人ののがその時まで満ちることはないから。エモリ人というのはカナン人のことですカナン人の総称ですですからイスラエルがイスラエルの民がカナンの地に行ってそこを征服する条件としてはそこに住んでいる原住民のカナン人の罪がもうどうしようもないところまで行って神が彼らを裁かねばならないそういう土台があって初めて イスラエル人によるカナン征服という出来事が起こってくるわけです。神の裁きとしての側面、これが整うまでに400年かかったということがここからわかります。次見てみましょう。そのリーダーたち、その時代の人々が亡くなった後17節。イスラエル人は多産だったのでおびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満たされた。 エジプトにおいても、アブラハム契約の約束は有効だったんです。創世記15章の5節で神様はアブラハムにあなたの子孫は星の数のようになると言われました。神の守りがあったんです。ですから最初70人で行ったけど、400年後にエジプトを出る時は200万人ぐらいになってたんですね。神様の守りはバビロン捕囚の時もありました。70年後に。 イスラエルの民は約束の地に帰ることができました紀元70年にエルサレムが陥落してユダヤ人が世界離散した後も2000年間彼らは民族として自らの特徴を失うことなく生存し続けることができましたどうしてかそれは神の守りがあったからですアブラハム契約が有効に働き続けたからでありますここまでが 創世記のまとめだったんです。それから、いよいよ出エジプト記の内容に入っていきます。今日のポイントの二番目、苦役に苦しむイスラエルの民です。見てみましょう。八節。さて。このさてってことは重いね。さて、ヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に行った。見よ。 イスラエルの民は我々よりも多くまた強いさあ彼らを賢く取り扱おう彼らが多くなりいざ戦いという時に敵側について我々と戦いこの地から出ていくといけないからヨセフのことを知らない新しい王誰のことでしょうか王と書かれてありますがずっと読んでいくとそれがパロという名前に変わります。 ですからパロと王ととは同じです。パロというのはエジプトの王ですもともとの意味は偉大な宮殿という意味です Great Palace それがパロの称号にもなるパロというのは固有名詞じゃないんですこれは称号タイトルですしかもエジプトではパロというのはエジプトの神々の頂点に立つ象徴的な存在です 出エジプトの記事の中でエジプトに塔の災害が下りますが最後はパロの息子が殺されますこれは最高神であるパロに対する裁きですだからパロっていうのはしたい放題自分が考えたことは何でもできる絶対的な権威を持っていた人です出エジプト期にはパロが2人登場しますモーセが誕生した時のパロ もう一人は「質エジプト」の時のパロでモーセが誕生した時と「質エジプト」との間に何年の間隔があるか分かりますか何年 ?80 年およそ80年の間隔があるですからパロは別のパロになっています2人登場します 時代背景についてちょっと解説しておきます。ヨセフがエジプトに下った時代っていうのは実は外部から侵入してきた異民族がエジプトを支配していた時代です。外国人がエジプトを支配した時代。これはエジプトの歴史家でいうと第16第17王朝の時代。 でこの時代をエジプトの歴史ではヒクソス王朝と言いますヒクソスというのがその人種の名前です紀元前1650年から1550年およそ100年間続きます彼らにはニックネームがありましたそれはシェパード・キングスと言います羊飼いの王たち。つまり彼らの出っていうのは羊飼いの出であった 人種的にはセム人ですエジプト人というのはハム人ですヒクソスはセム人ですセム系ですイスラエル人もセム系ですですからヒクソス王朝はセム系の移民を歓迎した王朝なんですこの時代にヨセフはエジプトの総理大臣となりヤコブの一家がエジプトに下るんです ですからなぜ彼らがそんなにエジプトに受け入れられ歓迎されたのかというベースとしてヒクソス王朝の時代だったからというものがあるわけです。ここでヨセフのことを知らない新しい王っていうのはヒクソス王朝から次の第18王朝に変化してるんです。これは再びエジプト人による支配が回復された時代で紀元前1540年 そして18王朝になるとこのエジプトの王朝はセム人たちを疑いの目で見始めますなぜかというとヒクソス王朝のの残党がまだ国の周辺にいるんですいつ戦いを仕掛けてくるかわからないそしてエジプトの一番北のゴシェンの地にはイスラエル人がセム系のイスラエル人がうようよいるわけですねこれでイスラエル人を迫害する人種的 政治的宗教的背景が整ったわけです新しい王というのは第十八王朝の初代の王です十八王朝の初代の王と特定した途端に固有名詞がわかります彼の名はアフモス一世という人ですアフモス一世がユダヤ人を迫害し始めます迫害する理由は何かというと 彼らが多くなりいざ戦いという時に敵側について我々を戦うかもしれない敵側っていうのはヒクソス王朝の残党です深海薬ではこの地から出ていくといけないからというふうになっています新共同薬ではこの国を取るかもしれないとなっています新共同薬の役の方が迫力があり 原意の意味を伝えていると思いますこの国を取るかもしれないそこで迫害を始めるわけですが全ての反ユダヤ主義っていうのは今から言う4つの段階で迫害が進んでいきますいきましょう4段階そこで彼らを区域で苦しめるために彼らの上にロームの係長を置きこの役面白いね係長っていう役がねなんかね係長ってな お笑いいの世界みたいな、ね、<laughs> まあそういうその管理者を置いたということはねロームの係長を置きパロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てたまず苦しめたわけですねまあ奴隷を管理するための管理者が任命されたわけです倉庫の町ピトムとラメセスを建設するために市役したわけですが これね考古学者がこの町を発掘してますねで分かってるのはまずこの町が後期青銅期時代ですから紀元前1550年から1250年の間に建設されたつまり第18王朝の時代に建設されたということが分かってますピトムっていうのはエジプトの言葉でツムツムっていうのはエジプトの偶像です の家という意味なんですラメセスというのは太陽神の息子という意味ですエジプトの神で皇位にいる神はラーというのは太陽神ですラメセス太陽神の息子ですからこれは単に倉庫の町じゃなくて偶像礼拝の中心になる町を作らせてるんですヘブル人たちに偶像礼拝の町を作らせてるしかし次2番目のステップ12節しかし 苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので人々はイスラエル人を恐れたとあります二番目は結果はますます増え広がったんですでエジプト人のパロの考え方は過酷な労働を与えて出生率を減らそうという考え方ですこれはどういうことかというとこういう話をすると皆さんわかると思います 大阪に釜ヶ崎というところがあります。東京の山谷の塔のようなところです。そこに私はもう20年以上前に取材に行ったことがありました。そこで奉仕をしているクリスチャンの女性がおりました。その方の取材に行ったんです。いろいろ案内してもらいながら、当時は青かんってってね、寒い中を冬ですね、あの野宿をして、そして投資するような人も出ていた時代ですね。厳しい厳しい生活がありますね。 で彼女にそういう夜回りをしたり一人でうろうろしたりしてね「危なくないですか不安に感じることはないんですかこの町では性犯罪はないんですか?」っつったら彼女が語ってくれた言葉に僕はびっくりしたのを今でも覚えてますそれは何かというと「それ全然そういうことはありません」って言うんですどうしてですかって聞いたら「そんな元気ないんです」「性犯罪を犯す元気がないんだ」ってもう もう疲れ切ってんのね。このイスラエル人たちを苦しめるっていうのも過酷な労働をすればもう疲れきっちゃって子供を産む元気がなくなるけれどもイスラエル人たたちはますますすす。増えんでそれは彼らが元気だったというよりは創世紀15章の5節、 あなたの子孫は星の数のようになるという神の守りが彼らの上にあったというふうに見るべきですね苦しめたでしょう2番目に彼らはますます不平等だったんです3番目にそれを見てどうしますか恐ろしくなるんです3番目見てごらんそれであれその前だな12節かなはい見てごらん12節の最後 人々はイスラエル人を恐れたってあるでしょうこの恐れっていうのが非常に癖ものですよイスラエル人がひこたらえないでますます数が増えてくるのを見て恐れを抱くそして4番目に恐れを抱いたからさらに徹底的にあるわけですそれが13節からです それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働などすべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめたとあります粘土やレンガの激しい労働とありますエジプトでは石が取れるのは南の方の一部の地区だけです神殿や王宮のような主要な建物は石造りですが それ以外の建物はレンガ作りです。レンガっていうのは日干しレンガのことです。粘土をこねてそこに貝殻や一般的には藁を混ぜるんです。そして肩にはめます。それをそのまま日干しにします。科学的な反応が起こるようですよどうも。そしてそうやって作られたレンガは 信じられないぐらいに強固なものになります今エジプトやイスラエルに行くと3000年前4000年前のレンガが発掘で出てきますからそれぐらいに固くなるこれは雨があんまり降らないでしょ乾燥してるでしょそういう労働をさせられたんです畑のあらゆる労働過酷な労働を彼らは受けたんですこれで四つのステップが完了しました苦しめるでも増える そして恐れが出てくるだからさらに徹底的にやられるこのサイクルですこれが繰り返していくこれが反ユダヤ主義のサイクルですクリスチャンへの教訓がありますねここにはイスラエルの力はイスラエルの力は神から来ているんですそして現代リバイバルが起こっているという地域を見ると多くの場合迫害のある地域でリバイバルが起こってます ですから霊的にはクリスチャンはイスラエルの民と同じです苦しめられれば苦しめられるほど霊的に神を信じる者たちが起こされてくるという不思議なサイクルがあるんです日本は目立った迫害というのはない昔ね僕はまだクリスチャンになりたっての頃小さな祈祷会かなんかで私今日迫害に遭いました 会社で迫害に会いました「どうしたんですか?」「クリスチャンになった」ってみんな笑ったんです「迫害です」って日本でいう迫害ってのはその程度の <laughs> 迫害にも入らないよね恥ずかしいよねある人はね「ハレリア今日感謝でしたどうしたの?」って「今日初めて会社でクリスチャンだって言えました」洗礼を受けて「4年目です5年目です」って「どうやってやったの?」って「いやあの昼休みに聖書を開いて読んでたんだ」って「あなたはそれ何読んでんの?」って「聖書です」って えー、あなたはクリスチャンって言った「ええー」って言えたんだって「<laughs> 迫害」日本の迫害って何ですかだから神様が日本にリバイバルをきたらせる時に私たちは何が起こってもそれに耐える今決心をする必要があるイエス様はこう言われました「あなた方は世にあっては困難がありますしかし勇敢でありなさい」 私はすでに世に世勝16の33ヨハネ16の 33, ヨハネ16の33私はすでに世に勝ったと言われる方に従っていくんですねさあこれで迫害があまり効果を発揮しないので今度は民族抹殺殺大量虐殺の時代に入っていきますそれが15節からです見てみましょう15節から。 またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言ったその一人の名はシフラもう一人の名はプアであった助産婦の名前が何人出てますか二人ですねヘブル人の助産婦は二人しかいなかったのうんもっといたどうですかいた二人だけだったら忙しいだろうね。 あちらでおぎゃーといえば走っていきこちらでわーといえば走っていきっても二2人じゃ大変だよこれはあの今で言う府長さんでしょその下にいっぱいいるんだよ助産婦の群れがその代表を呼んだんだよね呼んだ人は誰誰が呼んでんの彼らをパロじゃないパロっていうのは権威があるのないのあるんだよ 何でも思い通りに命じることができる呼ばれた助産婦は権威があるのないのないよ奴隷だよお金もないし何もないんだよそのすべてを持っている人と何もない人との対話なんだよこう言ってるんですヘブル人の女に分娩させるとき海台の上を見てもしも男の子ならそれを殺さなければならない女の子なら生かしておくのだ はい、これが大量虐殺の方法ですねヘブル人の助産婦たちを使って民族抹殺をしようとしたわけですね「海大の上を見て」とあります深海約新共同約は「子どもの性別を確かめて」というふうになってますどうしてそういう役の違いが出るのか「海大」という言葉が直訳では「二つの意思という言葉 s ストーンズ二つの意思なんです 二つの石が何だかかよくわらない。それで深海薬はそれは海大台に使っていた石のことだろうというふうに判断して「生み台」って訳してるんですところが新共同薬は性別を確かめてと訳してるんですそれは「思という言葉を生殖期の遠極語というふうに理解してるんですそしておそらく新共同薬のほうのが正確,正確でしょう生まれた子どもの生殖期を確かめて それが男女の区別をしてということ子どもの性別を確かめて男なら殺せ女なら生かしておけどうして男は死んで女は生きるんですか女は兵隊になああいいいねいい発想だね女は兵隊にならない他にどうですか はい、エジプト人と同化させるね古代の法律では子供のが何人かっていうのは父親の人種によって決まるだからヘブル人の男が生きてると生まれてくるのはヘブル人です女性だとエジプト人と結婚させれば産む子はエジプト人になりますおよび他の国から連れてきた奴隷と結婚させればいくらでも奴隷は再生産できますですから女の子がおればエジプト人と同化させることも 奴隷を再生産させることも可能です,ですから男だけを殺すんですこの2人の助産婦シュフラとプア彼らは聖書に名前を残す女性になりました何の力も名もない女たちが聖書に名を残したんですなぜか彼らはパロの命令に従いましたか 従わなかった時の権力の命令に背いてでもあるべき道を追求した結果後に歴史で評価される人物というのは度々登場します日本では杉原千畝という方がユダヤ人を逃がしたビザを発給したことで非常に評価され,ますされ,ますされていますね。 外務省からは免職になってました。後に外務省がその家族にお詫びをして和解をするという事件がありました。助産婦たちはもっと厳しい状況の中に置かれていました。彼女たちはなぜエジプトの王パロの命令を拒否したんですか。彼らは何て書いてある。次見てみよう。しかし助産婦たちは 神を恐れエジプト王が命じた通りにはせず男の子を生かしておいた私たちの生き方の中に地上の権威よりも神を恐れるあり方というのがあるということ信玄の一章七節信玄一章七および九1十節九の十神を恐れることは知識のあるいは知恵の始まりである。神への恐れが 彼女たちにこの勇気を与えたんです。助産婦たちはもう一度言いますが、奴隷で無力でした。しかし、彼らは王に従わない道を選んだんです。パロと助産婦の対話が傑作です。18節そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せていった。なぜこのようなことをして、男の子を生かしておいたのか。次助産婦助産婦たちはパロに答えた。 ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので助産婦が行く前に産んでしまうのですってこれ目に見えるようだよねこうやってね活力があるんですこれほんまですか嘘ですかねそういう人もいたろうけど嘘だよこれ嘘だよで次の質問はじゃあ嘘ついていいの嘘つくのは罪じゃないの嘘ついていいの どう答えますか神を恐れて、うん、あの情報を包み隠さず伝えることよりは神様は自分の命令に神の価値観に従順であるかどうかの方を問題にされるんです。もう一人ね嘘ついて神を喜ばせた人がいますよ。エリコの町で 友情していたラハブという人がイスラエル人のスパイ2人をかくまったでしょう。あの時嘘ついてますよでもその結果彼女は神様から祝福を受けてメシアの家系に名を連ねるところに立ってますもう一度繰り返しますが情報として間違いなく何かを伝えることよりはあえてね あの本当のことと言言ううよよりはいう言い方を避けけてるわけですよどうしてかそこに本当のことを言うかどうかっていうのは動機や価値観が紛れ込んでくるだから情報として全部のことを言うことよりは神様に従順であることを神は重視しておられるというスタンスがここに出てきます時々ね自分に正直に生きたいっていう人がいるでしょうあれアホやね自分に正直に生きるっつったらさ 罪の思うままに生き,生きたいって言ってるわけだからねだからいかにも正直そうに見えるんだけど神様はそういうことを全然評価しないのそういうことはそれよりは神様の基準っていうのは神の御心を第一に生きてるかどうかを重視されるお方ですその結果神は二十節神はこの助産婦たちによくしてくださったそれでイスラエルの民は増え非常に強くなったつまり イスラエルの民はさらに増えたわけです次21節、助産婦たちは神を恐れたので神は彼女たちの家を栄えさせた」この意味は何かというと「助産婦たちにも子供がたくさん生まれてその家の人数が増え大いに祝福された」ということです。神様がいかに彼らを喜ばれたかがわかります。ここで ジョサンプを使った民族抹殺というのはうまくいかないので今度はさらに厳しい政策に入っていきますそれが22節。またパロは自分のすべての民に命じていった今まではジョサンプ2人でしょうそれを通してヘブル人のジョサンプに言ってたんですけども今度は自分のすべてのため、エジプト中に布告を出したわけですここで反ユダヤ主義政策が、 エジプトのオフィシャルな政策になりました人類の歴史を反ユダヤ主義を公の政策に採用した最初の国それがエジプトですなんて言ったか生まれた男の子はみなナイルに投げ込まなければならない女の子はみな生かしておかなければならないさあ最悪の局面ですエジプトを脱出,脱出しない限りはヘブル人イスラエル人の将来がない 神様は何だなんだ,だ創世紀で宣言したマニフェストはどうなってんだ神様は関心がないのかそれとも力がないのか寝てるのかもともといないのかというそういう言葉がヘブル人の間から湧き上がってくる状況にいよいよなったわけですねここまで来たらどうですか皆さんこれはひどいもう怒りがこの世まで来ませんか これはちょうど、ね、水戸黄門の世界だね。あるいはもうちょっと下品に言うと必殺仕事人の世界だよ前半の4分の3ぐらいはこれだったらもうあいつは裁かれてももうしょうがないって言って怒りを盛り上げていく展開でしょこれ読んでてしている時の1章はこれはどうしようもない神様が働いてくださらなければどうしようもないだから2章に入ると「 来週やりますよ解放者が準備されるんですその人の名前はモーセね解放者が準備されるさあ結論に入りましょう今日は3つ着地点があると言いました第一番目反ユダヤ主義の源流ですエジプトがなぜユダヤ人を迫害するようになったのか最大の原因は恐れです 恐れです叩いても叩いてもへこたれないむしろ強くなっていくんです恐れが原因でユダヤ人を迫害するようになるこの反ユダヤ主義の背後にあるものは何かというと神の計画を妨害する力ですですからパロアやエジプトという国は実は背後で働いている悪魔の手先となって で、神の計画を妨害することをしているんですすべての反ユダヤ主義は神の計画を否定し最後は神ご自身を否定することになりますユダヤ人が世界中にいなくなれば彼らを通して全人類を祝福するという神の計画は挫折しますですから私たちはあらゆる形の反ユダヤ主義が神の否定につながるということを覚えておく必要があります 最近の反ユダヤ主義は従来のものとは変わってきています。今は政治的な形をとって反ユダヤ主義が広がっています。それを、ね、反シオニズムというんです。イスラエルという国を批判していく国連が委員会を作ってガザ戦争におけるイスラエルの野蛮な行為を批判するメンバーは誰かってアラブ諸国だけじゃないですか。か最初からも結論が決まってるわけですね。反ユダヤ主義 反シオニズムのの理論を作り上げているのはヨーロッパです。それを実行しているのがアラブ人たちですあるいはイスラム教徒たちです少し宗教的なものを振りかけて実行する部隊がアラブ人それが現現代の反ユダヤ主義の政治的側面ですねもう一回言いますとヨーロッパの知識人たちが理論的なものを作りそれを実行する部隊がアラブ人になっている私たちはその実態をよく見ておく必要がある。 今も質エジプトの時代にあったようなことが起こってるんです2つ目は解放の必要性ですここまで読んでユダヤ人たちが解放を経験しなければどうしようもないところに来てるっていうのは分かるでしょうだから2章がさっき言ったように解放者の準備の話に入っていくわけですね イスラエル人の状況は解放の必要性を雄弁に語ってますと同時に私たちもまた霊的には罪からの解放を必要としてます自分が罪人である解放される必要があるというこういう認識を人材っていうんです罪を認める人材が救いの前提条件です一般論として申し上げますがここにいる皆さん 私も含めてていろんななプロセススでクリスチャンになってますしかしすごく大事なことはクリスチャンになった体験の中で自分が罪人であるということをどの程度深く認識していてクリスチャンになったのかあるいは知識として聖書を読みそれに同意しただけでクリスチャンだと言ってるのかでその人のクリスチャン生活は大いに変わります。 自分の本当の姿が人々に知れたならば友達は一人もいなくなるだろう私はそれほどひどい人間だ私はどうすることもできない自分でも自分のことを持て余してるもう自分で自分を救うことができない神様だからだから解放者が必要です助けてくださいというようなどん底の正しく言ったかな「どんどん」。 どん,どん底合ってる僕はあの和歌山の言葉が入ってるからその言いにくいんだよねすぐにね「どんどこ」って言っちゃうんどん底」の体験をしているかどうか大事だね大事だね皆さんのクリスチャン生活振り返ってごらんそれは聖書という知識がまるでアクセサリーの一人のようにくっついているようなその程度の信仰なのかあるいは私はどうしようもない人間だ。 神様に救われなければ私の将来はないと思っているのか違いが出てきます。パウロはローマ人の手紙の1章2章で野蛮人も文明人であるギリシャ人もユダヤ人も全て罪人だと論じています。そしてその罪の認識人材があって モーセはすでに現れました誰ですか私たちの解放者はイエス・キリストですよだからローマ人への手紙の3章の2324でこうパウロは書いてるんです「すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずただ神の恵みにより キリストイエスによるあがないのゆえに値なしに義と認められるのですクリスチャン2世クリスチャン3世の最大の問題点はこの人材の意識であります気が付いた時にクリスチャンになってた願わくはキリストと共に歩む過程の中で神様がいかに私たちが どううしようもない人間であるかさらに教えてくださり解放の必要性と解放者の素晴らしさを教えてくださるようにお祈りをしたいと思います。最後にに解放のの先にあるもの冒頭でね「出エジプト記というタイトルについての疑問符を皆さんにお分かちしました。 質エジプト記と書いてあるかあまりにもねあのエジプト脱出の話がクローズアップされすぎなの一つは映画の影響もあるよあのハリウッド映画のモーセの10回ね10回ねあれ後悔が割れてね間をバーッと歩いていくじゃない僕も若い頃見ましたよ何回か見ましたねあれがあまりにも強烈なんですねだから質エジプト記とと、いうと皆さん、 ののの頭の中にはエジプト脱出の本だってそれしかなないいんじゃないしかもタイトルがそういうイメージですよ。けれどもヘブル語のタイトルは違うでしょこれが名前である。ニュアンスが違うじゃない。実は「質エジプト」という体験だけしか見ていない人はクリスチャンに置き換えれば「 洗礼を受けたイエス・キリストを信じて洗礼を受けた段階で満足している人のことです洗礼を受けた段階で満足している人つまりシステージプト体験だけをして後のことは考えてない人は信仰が後退するしかない比喩的に言えばそういう人は40年間の荒野の生活に紛れ込んでいきますなぜ自分がクリスチャンになったのか 何を目標に来たらいいのかがわからないクリスチャン生活っていうのは哀れです。教会でも時々弓道中は一生懸命ケアしてくれるけどもその人が決心する「よかったね」みんな喜んでくれる洗礼受ける「うわーよかった」って花束までくれる次の週から一丁上がりです。もう誰も何のケアもしないあなた一丁上がりでしょ だから40年ののつぶやきの信仰生活に入っていくわけですまさに30代40代の人は40年間のつぶやきを終えて天に召されるわけだよねそれがクリスチャン生活ですかだから「質エジプト記」の読み方ということを革命的に変えていく必要がある私はそれに今回チャレンジしたいと思ってる「質エジプト記」の構造というのは1章から18章で「質エジプト体験」ですよこれは洗礼を受けるとこまでですよクリスチャンに例えれば。 次19章から24章は19から24章はしない契約があってモーセの立法が与えられるところですその中に10回も含まれる10回も含まれるわけですそれは神がどういう方であるかをイスラエルの民が学んでるんです立法を通してだからクリスチャン生活の次のステップは私たちが信じ信頼した神が どういうお方であるかを学ぶプロセスが来なければなりません日々のディボーション日々聖書を開いて祈るそういったことがなぜ大事なのか私たちは長い時間をかけて毎日毎日新しく神様を発見していくんです私たちの信じた神がいかに愛なる方であり義なる方であり 全知全能なるお方であるかを学んでいくんですそして最後の25章から40章で長い長い16章にわたって幕屋の話が出てきます幕屋建設同じようなことをくどくど書いてるもう読,んだ読んでたら34章飛ばしたいような気持ちになってくる最後にはね幕屋の材料として何をどれだけ何をどれだけ使ったそれが今の僕に何の関係があるのかと思えてくるだから後悔が分かれてそこを 渡っったとということだけがが浮かび上がってくるんですねしかしそうではない幕屋っていうのは神様の臨在を招く場所なんです神様は幕屋を作りなさい私が命じる方法で幕屋を作ったら私はその幕屋の中の四聖所に臨在するからこれが社会なグローリーですよそして私が命じる方法で私に近づくならば 私はあなた方と交わると言われたんですいいですかそれはクリスチャン生活に例えれば神様を知り次は神と交わる喜びを体験するということです解放だけで終わってちゃダメです解放だけで終わるんじゃなくて神を知り次は日々神との交わりに入っていく 驚くべき聖書の最大の奇跡は天地をお作りになった神様が罪人である私たちを招き私たちと交わることを願っておられるということです。そのためには神様が命じた方法で神に近づかなければいけません。幕屋っていうのは人は神から招かれている。 神神の臨在に近づききとと交わるることができるただし神が用意された唯一の方法で近づかなければいけないということを教えてるんですそれはそのままイエス・キリストの十字架につながります私たちは神から招かれていますこの中に今日神から招かれてない一人にもいないしかし大事なことはどんな方法ででもいいのかそうじゃないイエス・キリストの十字架が 唯一の道になったんです私たちはイエス・キリストというお方を通して神に近づき神と交わるんです私たちの課題は何かまだイエス・キリストを信じてない方あなたのことを求道者と言うんですもっと直接的に上から目線で言うよまだイエス・キリストを信じてない人あなたは霊的にはねエジプトにいるんですまだ あなたはエジプトにいるんですエジプトの奴隷です早く出なさいよ <laughs> イエス・キリストを信じて罪の奴隷罪の呪いのもとに生きる希望のない生活やめなさい早くそしてエジプトを出なさいよすでに洗礼を受けた方40年の荒野生活もやめたらどうですかそろそろ神を知り 神の臨在に近づき神との交わりを楽しむことを始めたらいいんですイエス様は今日両手を広げて全て重に負ってロークしている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげようと私たちを招いていらっしゃいます道は一つですイエス・キリストを通して神の御座に近づくんです皆さん「失礼すっキってすごい本だよね 創世紀で宣言された神のマニフェストが100%成就していくんですその先にあるのは神との交わりを楽しむ人生ですこのことが皆さんの上に成就しますようにお祈りしましょう天の父なる神様 束縛から解放されあなたご自身を知りあなたとの交わりを楽しむ人生なんと素晴らしい人生ではありませんか心から感謝をいたしますどうぞ今まだイエス様を信じていない方がいるならば唯一の道であるキリストを信じ きますようにすでにエジプトを出た人にはあなたが神を知ることの知識と幕屋において神との交わりを楽しむ喜びと今与えてくださるように今私たちは唯一の道であるイエス・キリストを通して天の幕屋に。 近づきます今あなたの栄光の御座に近づきます私たちは心から願います父よどうか私たちが今まで経験したことのないような深いレベルで親密なレベルであなたを知ることができますよ 自分が不幸だと思っていた数々の出来事はあなたのお許しのもとで起こったことでありあなたには最高のプランがあったことを認めることができますように今私をあなたの子として受け入れてくださったことを心から感謝し「主イエス・キリストのお皆によって祈ります」「アーメン」ン ご一緒に祈りましょうどうぞあなたの祈りをイエス様に捧げてください天皇お父様に捧げてください祈りましょうメッセージステーションをお聞きくださりありがとうございますこのメッセージのアウトライン聖書研究ツールはハーベストタイムのホームページ www.harvesttime.tv にございますまた。 最新情報をメールマガジンでお届けしていますホームページでメールマガジンにご登録ください